アシュレイディオ。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。いやー、今日の朝は平和ですね。おすぎますねすごかったですね、昨日までは。すごかったね。さっき話したピアノはやってるんですか？スタジオにありますけど。あー、まあ、やってないね。あ、弾いてはない。弾いてない、気が向いたら。なかなか気が向かない。前の前のスタジオぐらいにもありましたよね。あったあったあった。その時は弾いてた。あの時のピアノ捨てちゃったんだよ。あ、そうなんですか。あ、あの時のじゃないですか。今スタジオにないやつは新しいやつで。へぇ、ちょっとちっちゃいんだよ。なるほど。え、音楽最近めっちゃやってますね。たまにね。あの、金之助ザラッパーと CD デビューをしたよ。あれもついにリリースされた。あれいつリリースされた？ 1 月29日かな。ああ、じゃあまだ全然先っすね。へぇ、僕が1小節ぐらい英語と日本語でラップ歌ってる。そうなんですか。それも聞けるんですか、今は。あ、まだ出てないか。うん、まだ。へぇ、29日リリース。めっちゃいいっすね。なんか先行予約で早くもなんか結構いい感じになってる。マジっすか。いや、なんかそのメインは金之助ザラッパーっていう、そのイカれた僕の友達なんだけど、うん、プロデュースしてんのがちゃんとしてる人だから。え、そういうちゃんとしたプロデューサーがいるんですね。うん、ハル・ロビンソンって分かんないハル・ロビンソンって女子高生とか分かるの。へぇ、なんか携帯のスマホの動画を男版と女版があって、これを2つこうやってやると見ると1つの動画に。何その昔の香水みたいなやつですか。今ちなみにそのラップ当ててもらいたい。いたんかい。今それ29日より前にこの声はしてもらえたりしないんですか。え、おはようございます。おはようございます。今日はスタジオに泊まってました。3日連続で。ハル・ロビンソンあたりから多分入りたかった。入りたかった。バズってるからね。あ、そうなんや。あ、知ってる。うん、絶対入りたいんだろうなと思って聞いてたけど。そう、ハル・ロビンソンが全部作曲してくれて。へえ、すごい。やっぱすごいんだよ、なんかあの曲になるっていうとこまでは、うんうん、へえ、よくそれできるなって。え、ハル・ロビンソンはそんなに有名？うん、でも分かんない。うちらの20代後半とかはそんなに知らないかもしれないね。うん、もっと若い子の方が知ってるんじゃない。へえ、確かに。え、日本人ですか？日本人、うん、へえ。ググってください。ググります。マキヨジ TikTok とかで調べて出てきますから。あ、 TikTok 系の人たちですね。出てきます。それでも TikTok 系の人たち、女子高生に媚びを売る。あー、なるほど。じゃあもう見ないです。打っとけ、これからのために。なるほどね。で、レコーディング、スタジオでレコーディングしたの。そう、スタジオでレコーディングして、大会もえ、すごー。どうでした、やってみて。むずかった。そうなんや。めっちゃむずかったな、レコーディング。普通に歌だけちゃうの。うん、何がむずいですか。うん、テンポ合わせるのがむずい。ラップの基礎。ラップの基礎や。へぇ、なんか普通に歌ってる時って歌詞見ながら歌ったりとか思い出しながら歌ったりするから、はい、微妙にずつテンポがちょっとずれたりしてるんだよね。カラオケとかも。ああ、はいはい。それをちゃんとテンポ合わせて、うん、あのメトロノーム聴きながら歌う。メトロノーム。あ、じゃあ BGM じゃないですか、聴いてるのは。メトロノーム。あ、 BGM の中にチッ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 チ何テイクくらいしたの？ 6、7テイクくらいしたの？まあまあでもそんな。でもすごい少なそうな、6、7、うん、テイク。少なそう。だからそう考えたらファーストテイクってすごいよね。確かにそうっすね。あれマジですごい。マジですごい。いや、あれちょっと物申したい。ああ、いいです。絶対ファーストテイクじゃねえ。え、私もそう思う。ああ、うん。うん、ファーストテイクってそういう意味じゃないから、一本撮りってみたいな。あ、そういうこと？そう。いや、それじゃない説あります。え、嘘？一本撮りじゃないんじゃないかって。それは一本撮りじゃない。そんなうまいこといかんでしょっていう。そこ？わー、斜め上。シャリ構え。多分何年かやってるじゃないですか。うん、失敗って一個もないですよ。いや、失敗あるよ。あるよな。歌詞間違った人とかいるか。うん、いるいる。ゆいとかもさ、始まりがさ、全然。そうな。うん。せーの。朝から。朝から。そうだったんですね。うん、そうです。いや、僕絶対違うと思ったしね、あれは。でも確かに。ファーストテイクを一本撮りで一発成功ではないよな、きっと。うん、うん、一本撮りではあるけどね。うん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 。で、この間そのレコーディング終わって、うん、でそれから PV を撮りに行って。うわー、おもろい。それ
あのイメージは、うん、あの清水翔太と加藤ミレイの あれの感じ。背中合わせた？もしかして君でってよかったんじゃないか。あのあれあるじゃん、小沢さんの歌。あ、フィックスカウントじゃなくて、今夜麦バック、うんうん、今夜麦バックの PV みたいな感じで、道歩く感じ、そう、渋谷をカッポしてるから、はいはい、かっけー、いかつー。え、5人ぐらいで歌ってましたっけ。そうだね、4人、4人だね、4人でじゃあカッポしてる感じ。あ、めっちゃいいっす、それ。うん、あ、それも29日リリースですね。29日リリース見たー。で、Twitter に上げてらっしゃいましたね。うん、上げた上げた、うん、見た見た。なるほど、楽しみ。うん、いやー、そんなこんなで今日も、うん、なみちゃんとポンちゃんがいらっしゃってます。はい、住んでます。もう居座り続けてんじゃない。天才ある。いやでもやっぱ2人ともね、自己肯定感めちゃ高いっていう、うん、確かに。どういうあれなの、うんうん、この2人の自己肯定感の根源は。え、どうぞ。なんでポンちゃん、ポンちゃんは高いね。ポンちゃん高い、一番高いと思う。自己肯定感、なんかちょっと言葉難しいですけど、私にとってはなんか自信を持っているっていう、はいはい、ことだと思ってるんですけど、うん、でもなんか私自信ないねんっていう子とかもめっちゃおるじゃないですか。うん、で私も本当に別に自己肯定感高いとか自信がまんまの人間じゃないなと思ってて、でもなんかほんまに自信持つって2個しか方法なくて、ほほほ、すごい。詳しくどうぞ。1個目マジ自己暗示、うん、絶対できる、絶対できるって思うことしか自己肯定感上げることできないなと思ってます。2個目は小さな成功体験を積んでいくことだなと思って、でしかもその小さな成功体験を積んだ時に、うん、あ、ちゃんとできた、うん、でちゃんと自分で認めることだなと思ってて、うん、もう社会人1年目とかももう私も右左で手に合わんやわわって感じだったんですけど、うんうんうん、例えば本当に、まあ、お客、私営業してるんですけど、うん、まあ、お客さんとのアイスブレイクすごく盛り上がった、うん、よしっていう、うんうん、小さなこの成功体験自分で認めてあげたり。なるほどなるほど。それは次は、うわ、会食でもうまくいってた、うんうんうん、っていうこのステップ2があって、よしできたとか。なるほど。まあ、それをちゃんと小さな成功体験をこう積んでいくことか、もう自己暗示しかないなと思うんで、うんはい、私も後輩ちゃんとかを育てるときに、うん、もう自己暗示とかさせていたださせちゃうか、小さな成功体験積んであげることしか自分はもうできないなと思ってるんで。なるほど。後輩のうん、ナイスとかずっと言ってますね。ビーツやナイス、確かに、そうです、うん、だからビーツも、うん、いつもそうです、うわーとか言ってくれるやん、うん、ナイスですとか言ってくれるから、うん、多分自己肯定感を上げられるきっかけになってる。だってもう本当に小さな成功体験をしっかり褒めてくれる人がいるから、うんうん、他者がいるから、うん、なんでこの自己肯定感が上がるっていう、はい、さっきのもう2つしか方法ない、まあ、もしかしたら他にもね、あるかもしれないけど、私は個人的にはそう思ってて、うん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 、まあそれはビーツでできる、できてるかもね。なるほど。ちゃんと言ってくれるの。え、それはなんでその自己暗示と、まあ、小さな成功体験って話だと思うんですけど、うん、なんでそう思うに至ったかっていうのは、やっぱりそのスポーツやってたからとかそういうのではなく、で、まあ、でもそれはすごくある。私がやってるなんかバトンとアリング、まあ、これスポーツやってる人みんな、スポーツだけじゃなくて、うん、もうあると思うけど、なんかもうほんまにマジ私チームスポーツだったから、人と比較した時にマジ1回やってできるやつもいるんだよね、はいはいはい、けど1000回やってもできないやつもどうしようもできない、1万回やってもできないやつって、はいはいはい、逆に諦めなければいつかはできる、それが1万1回目かもしれないし、うん、わ、ドリカムみたい、やだドリカムみたい、ドリカムやった1万回だったみたいですよ、聞いたけど、うん、そう、100万回かもしれないけど、まあそうそう、でもそれが自分はバトン、私は別に器用じゃなかったから、うん、バーバーみたいにもずっとバトンの練習してた時に、うんうん、そうそう気づいたというか、うんうん、本当にそのちゃんとね、すごい時間かかったかもしれないけど、はいはい、何かしらできた技とかを、あ、よし、できたとか、うんうん、で、ようやくこのバトントワリングって、まあ、大会があるのよね、そこでも本当にファーストテイクじゃないっていうか、一発撮りで踊るわけの1回しか本番はない、うんうん、バスケとかアメフトだったらもうその場で動くって感じだけど、うんうんうん、あのバトントワリングはほんまに決められた演技を一回その場でやるっていうのが全部点数が決まる感じ、うんうん、だからもう常に一発撮りみたいな感じになってるんだけど、うん、そうそう、それでようやく自信満々に踊れてる、私を見てみたいな感じで踊ってたんだけど、それはもうやっぱりもうほんまに毎日血と汗と涙の練習で自分のことを自分で褒めた結果はそう踊れたから、うん、なるほど、成功体験とか、あとは、ね、スイムスポーツやからみんなでコブ激励するやん、うんうん、はいはい、うちはこんだけ練習やってきたんやから絶対全国大会いけるよとか言うから、はい、すごい、よっしゃとか言うと、ドラマみたいな、そう、確かに、それで本当に
結局自己暗示やなって。自己暗示ね、分かるわでも。そんな昔からもうたまにいるかもしれないけどね、まあまあ、自己肯定感強いですみたいな人も、うんうんうん、お母ちゃんの中から出てきた瞬間にそう思ってるやつなんていないからさ。確かに。おけや私自信あるわあんまりあるから多分みんなそう経験でなってるんだと思います、うん、でもなんか脳みそって、うん、なんかある意味頭悪いらしくって、うん、あの言葉さ誰に言われてるか認識してないらしいのか、はい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 、そうだから可愛い可愛いっていう言葉ってあの人に言われてから嬉しいとかじゃなくって、うん、自分で可愛い可愛いって言っててもあの人から言われてるか自分で言ってるか分かってないらしい。すごい。そうだからあの言葉ってそのまま跳ね返るよってやつとかあるけど、ね、あれもこう死ねとか言ったりするのもあれは自分に実はストレスがかかってきたりしてるらしくって、そうだから自己暗示っていうのは、ね、自己暗示やけど人に言われてるか自分に言われてるか分からへんから、はいはい、それで自分を高めていけるみたいなところもあるらしい。どんな言葉を浴びるのかって大事だよね。大事だと思います。だってもう幼少期の時からおばあちゃんから世界一可愛いって言われてたから、はいはい、やだナミ世界一可愛いよ、ありがとう。ほんと可愛いんだからもうやだよ、ほんとに。なるほど、手打ちはやってるぞ。いつの舐め合い。素晴らしいな。あすやさんどうやってるんですか自己肯定って。どうしてんだろうね。うん、それこそ自己肯定の塊に見える。ああ、でも僕は人に聞かれることが多いから、うんうん、人に聞かれて答えるたびに、うん、すげえ的確なと言うなって思う。いや、それはほんまにそう。あの、うん、インスタのストーリー結構スクショしてる。コアファン。あれで、ね、実はあのインスタグラムのあれで女性ファンが 2% ぐらい増えたから。いや、そうなんや。言うて 2%。 質問は女性から来ます？ほぼ来ない。あ、そうなんや。ほぼ来ない。来へんのや。あれめっちゃいい。なんか私一番刺さったのがおあの恋愛のやつなんですけど、うん、はい、なんか遠距離恋愛についてどう思いますかみたいな、多分質問に対してか、なんか仕事に没頭しすぎてみたいなの質問に、うん、なんか芦田さんが、うん、あの恋愛にはもう長期的な恋愛と短期的な恋愛がありますみたいな。ほう、はいはい、こう短期的な恋愛はやっぱりその人のためにこう時間を作って、まあ、割いて奉仕をすることですみたいな、うん、けど長期的な愛に関しては、まあ、あのその時間は一緒に過ごすことはできないけど、ただあのその分自分が仕事を頑張ってで後からそのなんか還元できるみたいな感じやから、そうそうそう、だから長期的な恋愛と短期的な恋愛がありますみたいな、だからどっちを大事にするかですかねみたいな感じで言ってて、良さそう。おっしゃってましたよそれ。あ、それであのすごい、あ、長期的な愛がいいなっていう風に思い、素晴らしいね。そう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 、あのすごいちょっと恋愛の価値観がちょっとプラス上がった。すごい。わーした。あれ2パー増えた。それで2パー増えました。2パー増えた、マジで。なるほど。めっちゃいい。恋愛ね、うん、意外と恋愛の話聞かれるんだよね。恋愛の話とかしないですからね、うんうんうん、よく質問されてる。アシュレディオでもなくない、こういう恋愛の話。男女の不都合の真実。やだ、話そう。アシュラさん的な意見は言うけど、うん、その女性的な意見は全くその、うん、あ、確かにそうやんな、うん、あ、アシュレディオの中でね、そうそうそう、まあ、それはそうやんな、答えたりしないんで、うん、まあ、こちらにいらっしゃる女性もだいぶ変わった男子に近い方なんですけど、いや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 、もうナミなんてメスですよ。ビビるほどメスです。女子でもない。メス。いや、もう、あ、もう女の子です、本当に女の子です。でもさ、ポンちゃんさ、前の彼氏のさ、はい、優先順位がさ、あの仕事、友達、友達ビーツ、彼氏。それ彼氏に言ったら怒られました。あ、確かになんかあのエナジスト嫉妬みたいな男の人あるかもね。はいはいはい。あ、そうなんや。あ、確かに。トレーナーがかっこよくてとか言われたら嫌ですよね。うん。あ、マジ？まあ、彼氏としては嫌なんじゃない？なんか、トレーナーってさ、こっちもさ、うん、あの、全身をあらわにしてるじゃん。うん、少なくとも。はい。なんか、スパッツ履いたりとかさ、うん、スポブラつけたりとかして、はい、うんうん、ある程度、こう、ネイキッドに近い状態。ネイキッドに近い状態ね。うん、確かに。っていう状態で、うん、ハーハーして汗かきながら、うんうん、あの男の人がかっこよかった、確かにって言われたら、うん、あの普通の男からしたら嫌ですね、受け止め方がね、確かに。あ、そうなんや。ビーツ知らなかったら嫌だと思う。あ、確かに。あ、そうだよね。やばいやん、もう息吸うようにビーツの話してるけどさ、自分 の, あの好きなクラスメイトの女の子が隣の中学校なんとかくんがかっこいいと言い始めて、あ、いや、なんかそいつ後々高校になってから、うん、
うん、あのそいつ仲良かったらめっちゃいいやつなんだけど、うん、中学の時お前のことマジすげえムカつくやつだと思ってたみたいな。はいはい、あ、じゃあもう彼氏をビーツにぶち込めばいいんちゃう。いやそうだ、うん、解決策マジする、うん、それはじゃあ一回行ってみて、うんうんうん、確かに確かに、そういうの絶対生まれないからって、うん、そしたらまあ2人で通うことだろうね。確かに、はいはい、目黒やったらデートできるよ。素晴らしい、ね、新宿のビーツデート、ビーツデー ト, デート、うん、横のレーンでね、横のレーンで毎日脈対決高め合っていくましいよ、ね、うん、確かに、その後ね、うん、なんかカフェとか行っちゃって、うん、あ確かに、うん、すごっ、うん、デートまでできちゃうビーツ、いや世界観がすごいよね、世界観がすごい、すごい、パーソナルトレーニングなのにデートできるってすごいっす、うん、確かに。でもさ、ビーツラブとかあるよな、あのビーツであのトレーナー同士とかじゃなくって、トレーナー同士急にブロマンスだ、ちなみにあのブロマンス間違えた、男しか採用してない、間違えない、採用してないわけじゃない、男しかいない、あの会員さん同士でみたいな、はいはい、あれ結婚した、イベントもあるからね、そうそうそう、フットサルとかで、確かに、あ、フットサルとか、そうそうそう、感謝祭とか、うん、そうそうそう、確かに感謝祭でやって男がスーツ着てさ、女性がドレス着てくるとおかしな会社とか、確かに確かに、習い事でそんな集まらないよ、確かに、まね、確かに200人ねビーツの習い事って習い事やもんな、確かに習い事っすね、習い事月謝、月謝払月謝払ってる、やばい、書道、書道やん、それ習字習ってた時のやつ払ってるわ、月謝、月会費の月謝って習い事言っちゃうやつだから、うん、だって自分が子供の頃さ、うん、自分の母親がさ、うん、あのお月謝3万円払って、うん、なんか筋トレ屋さんに通って、うん、クリスマス前やったら、うん、なんかおめかしして、うん、家を出てくると結構やばい、やばいやばいやばい、おかん何してんねんやばい、それめっちゃファンキーなおかんや、ね、うん、でも夫婦とかいましたから ね、あ、そうなんや、素敵素敵、夫婦で通ってるとかすごいな、うん、え、でもほんまにいいと思う、あの夫婦なんか深めると思う、確かに共通言語で、ね、そうね、うん、確かに確かに、なんか新しいコミュニティというか、そのまあ夫婦に限らず、うん、カップルで新しいコミュニティに入るってすごい、確かにいいね、いいと思う、うんうん、そうそう、それはなんかそういう場としてもビーツを使ってほしいですね、うん、しかもさ、なんかビーツのメンバーってさ、なんかちょいちょいさ新しいことに挑戦したりするやんか、うん、そう大会に出るとか、うん、それもさ、はい、一緒に応援できるからさ、おー、そうだね、そうとか一緒にお祝いできたりするから、それもいい、うん、なるほど、リアルドキュメンタリー、あ、そうそうそう、ほんまにさ、なるほどね、ほんまに一緒にこう応援できるみたいな、はいはいはい、マジリアルドキュメンタリーね、うん、青木善が最近痩せてきましたみたいな、はいそうそう、大会みたいです、あ、そうなんや、すごい、マジそういうのとか水抜いてますとか言ってね、うんうん、ストイックで、そう、自分にはできんから、もう応援しかできんから、確かに、ね、っていうところかな、あとはエナジストがあの差し入れをもらいすぎてる説ある、あ、それはあげちゃう、ちょ、やってきたいねんな、ほんまに喜んでくれるから、なんであげたいの、え、もう喜んでくれるもんな、あ、惜しい惜しい惜しい、うん、マジっすか、うん、そう、もうなんかなんか恋でみたいよな、なんかナメさん、ありがとうございますって言って、もうよしよしよし、うん、そうそうそうこれ男、女の子じゃないと出ないね、これマジ争う、争う、確かにそうだね、だってデイビッドがそれで5キロぐらい太ったっつって、そういや、それはデイビッド太りすぎや太りすぎ、でもほんまに女性の方が差し入れをしてくれるイメージ、うん、そう、刺さっちゃうと思う、マジでアラサーアラフォー女性に、たまたまデイビッドとか中学の後輩やからさ、あ、そう、あ、そう、もうなんか、うん、応援しちゃうもん、そう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 、よく来たね、うん、そう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 自分から言ってんのよ自分から言ってんのよ、そうよく来たね確かにやばい、それなるほど、うん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 、ほんまたわいもない会話しながら脈上げてるから、うんうん、そうそう、それな、すごいな、うん、なるほど、うん、そう、応援をされてるようで応援もしてるっていう、はいはい、そう、それいや、それがマジでビーツありますね、あるね、うん、すごいね、多分パーソナルジムとも違うかもね、なんか、いや、マジで、なんかあとでエナジストがエナジストにプレゼントしたりするもんね、あ、してます、差し入れとかね、あ、それできる、あの午前午後のね、入れ替えで、うん、はいはいはい、そうそう、気づきのタイミングとか、なんか引っ越し誰かの手伝ったりとか、うん、私引っ越しだってビーツのメンバー手伝ってもらったもん、そうなの、うん、洗濯機運ばへんくて、すごい、確かに、すごっ、エナジストなんか洗濯機何個でも運べるから、うん、そう、いくらでもアート引っ越しセンターさんやと思うなよ、うん、マジでビーツ引っ越しセンター、引っ越しセンターできるできる事業として新規事業、確かにビーツ経済圏がどんどん広がってくな、うん、いや、僕が最初企画したのが、うん、ビーツが普通に渋谷とか恵比寿とかで、うん、人力車あったらいいなと思って、絶対乗る、確かに、うん、え、いいよ、ゴーみたいなノリで、そう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 、うん、
ビースっていうなんかさ、はいはい、あのあもうステッカーとか貼りまくってさ、うんうん、めっちゃかっこいい人力車作って、うん、でデイビッドとかがあのめちゃめちゃ短いスパッツでさ最高謎のハッピー着て、うん、似合いそう、ね、似合いそう、ね、似合いそう、ね、うん、てかよくない PR でねっ、うん、確かに PR にも夏場とかそれやりたいもんめちゃめちゃ暑いのにかわいそうこんなに暑いのに大丈夫ですかみたいな、はい、大丈夫なんですよみたいな言ってそう言ってそうすぎる、うん、もう出来上がった出来上がっためっちゃありっすね、うん、ね、なぜその減量したやついるだろ そう確かに確かに私じゃあもう口コミお坊さんやるからあいいね、うん、あ給水所を作っときます給水所あの明治通り限定ですあの渋谷、はい、あの、うん、広尾1丁目の交差点、はいはい、あの広尾店のところから、うんうん、え明治通りずっと渋谷橋越えて、うん原宿店ぐらいまで結構長いな結構長いから行けますそこをあの常時4人ぐらいのエナジストがこう交互に行ったり来たりしてめっちゃおもろいそれで、あっちあの向こうから来るエナジストとこっちから行くエナジストがおいって電車のやつやナイスピーやってほしいですねそれおもろいドップラー効果が感じられるかもしれない、うん、感じられるそれいいっすねえ、おもろいでモーリーにあの渋谷区に許可取ってもらえないろいろなあれ経営者料は権利がいろいろ確かにそうやんなまあ経営者料じゃないですか申請すればいけると思うけどね馬馬車みたいなノリですよね。あ、でもそれで多分商売するっていうのが厳しいかもね。うん、あ、PR とかならどうなんですかね。PR だったらいけると思う。おあ、だからもう、うん、人乗せるんじゃなくて、人乗せちゃいけないとかあるの。あのバニラみたいなバニラ禁止みたいな。そう一人でビーツビーツって言って。エナジストバリメンタル強くなりますよ。あ、じゃあラップでラップでお願いしますそれ。ラップ。ラップ。ビーズのラップ作ってくださいビーズなんかやってもらおうか、はい、で、それをあのラジカセで流してやばいやばいエグい集団心配や人力で広告者を引っ張ってるはないっすかないなないっすねビーズっぽいでしょ、うん、ぽいぽいおもろいそれあとは夏祭りやりたいんだねえ店いいわやってほしいそれはなんか去年やろうみたいな話ありますやりましょうやりましょう中目黒ぐらい出したいじゃないですかうんうんうんいいっすねあ串にブロッコリーとささみ入ってるでもあそれだとあんま美味しくないくて売れないから、はい、鶏の代替四頭筋揚げっていう唐揚げをただのもも肉そうそうただのもも肉確かにめっちゃおもろいそれやってほしいなるほどね、まあ、目黒川あたりで、うん、ありゃいいねお花見のシーズンとかでねえ、いいっすねうん出てるもんね、あそこうんうんうんであとこだわり酒場のレモンサワーでいやだからそれはあの大胸筋レモンサワーっていうあの男の谷間で絞ってくれるんだよマッスルバーやんうまやん、マッスルバーやんいただきマッスルっていうやつやんそうそうそうお願いしたい、うん、なるほどね、うん、ちょっと記憶してますか、うん、それは、はい楽しみにしております。もうほぼ許可の話じゃん。そうそう。確かに。もうまず裸になるのがダメですからね。ああ。え、じゃあここで、あの、腕の。いや、あの、裸に、ハッピーですげえかっこいいと思うよ。待って、エロ。エロいな。うん。エロいでしょ。うん。黒は黒でね。うわ、裸にハッピーで、うん、で、あのさ、人力車の人が履いてる、めっちゃ白い、うん、はいはい。ホットパンツみたいな。うん、あるあるある。白い、ジャパニーズホットパンツみたいな。うん、ジャパニーズホットパンツある。うん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 。で、あれなんかあの、ねじれまち、はいはい、相当かっこいいよ相当かっこいいわしもの話全部デイビッドで出来上がりましたそう、出来上がってる、出来上がってる人力車しかも旅ですよね、あれ、うん、旅だね、うん、であれをもうベンティのスニーカー出しますおおめっちゃいいじゃん、ベンティスニーカーで、うん、いいじゃんベンティスニーカーにベンティソックスいいああいいじゃん、うん、で行きますいいじゃん、うん、いいよ出来上がったな、ブランディングスニーカーね、ロット大変なんだねあそうなんだ最低だからもう M、L、XL でいきますあスニーカーを、はい、絶対ちゃうやろだからサンダルサンダル僕やりたいのはサンダルなんですよ あサンダルいいやんナイキのあのサンダルじゃんあのなんていうんですかこのあるな帯じゃないですかあれでは走れないでしょだからまあスニーカー別でベンティでやりたいのは、うん、M、L、XL の、 あのサンダルね B さんもやってよあ B さんもいけるか、うん、B さんの方が可愛いと思ううんそう僕あの直樹が入ってるサンダル嫌だもんあれやっぱ嫌ですよ、うん、いやでもやっぱコビ売らないといけないんで社会いやB さんか B さん女の子需要高いと思うで裏にでっかくベンティーって書いてああいいと思うクリスチャン・ルブタン的な感じで、ね、そうそうそ う, そうああなるほど、ね、裏見ないと分かんないみたいなそう、うんうんうん、あ確かにいいよそれかあ足の裏ばっかりしたらいいやつだ
ルブタンやルブタンそれかダイアナでもあるやつやん、うん、確かになるほど、うん、それにしましょうかそれにしましょうすごいね、うん、ピアノからここまで行くこれがシリーズだからすごいっすねこれ何話したか覚えてないいやいやこれ何聞いてるか分かってないからまず聞いてる方がすいませんでしたありがとうございましたありがとうございました